せっか選く択のしない櫛場合、が。余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職はああ。村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6番です。そうですね、初手の位置なんですけれども、まあ、進行論とかとかく言うよりは、まあ、私ってどんな人かっていうところは、まあ、興味ないかもしれないですけど、聞いていただければね。まあ、基本的には理由をしっかり挙げてる人かな。まあ、白黒、印象がいい悪いってあると思うんですけど、そういったところ意思表示、特に初手、初秋に関しては、進行が合うとか、合わないとか、好みとか、好みじゃないとか、まあそういったところをね、明言していただく人が一番いいかなと思ってます。で、そういう色をいわゆる見せないっていう人は NG だと思ってます。というかね、色をやっぱ出していくっていうところが村のね、議論の活性化につながると思っていますんで、っていうところですかね。まああとは不当だってあった場合はですね、それを言って、まあ2周目とか、もし1周目そういうのが発生したら2周目とかはそういうのをね、言い返したりとか説明したりとかできると思うんでね、色としていきましょう。7番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でした。ランダム5番シードです。ランダム5番シード発行お願いします。まあ、6番に関しては、まあ、進行論言ってたなって印象で、別に白も黒もないかなと思ってるんで、2周目聞いてからの6番の精査で、あ、この人白だなとか、この人黒だなとか、まあ、そういう精査はやりたいと思ってるんで、はい、6番は2周目でいいと思ってます。まあ、いろいろありますけど、まずじゃあ盤面に関しては、まあ別に、人外が動くんで、別に好き勝手やればいいと思ってるんです。はい。まあ基本的に僕主だと思ってくれたら、まあ指示に従ってもらえれば全然いいんで、まあ騎士出しとか無理にしないんで、はい。それだけ言っときますね。僕主だなって思ってたら全然出なくていいです。はい。占わないんで、基本的には。さあ、釣り位置にしたら占う。もしくは釣るから、そこが結果だったら調子いいかなって感じがします。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能です。7が5に白ハークです。6番さんの印象は特にないかな。色を見せてほしいっていう内容しか頭に入ってこなかったな。まあ、色を見せてほしいんだったらもうちょっと、まあ、ええか。で、7なんだけど、自分が真と思ってくれたらいいですって、自分が真の時にその進行ってなかなかでき、村としてならないって分かると思うんだけど、まあたまに言う人いるけど、あんまり好きじゃないかなって思ってますね。はい。その進行は。自分真で決め打ってっていう感じが、そういうニュアンスで言ってたのか分かんないけど、そういうふうにちょっと受け取ってしまったんで、あんまり、好きなタイプの占い師ではないぐらいです。以上。9番のプレイヤーが発言します。9番です。村人陣営です。ですね、7番さん、そうですね、8番さんの霊能は一画すればと思ってるんですよね。ただ霊能2枚出たら、言ったら悪いけど、釣り切りなんですよ。ただ、偽っぽい方から落とします。で、7番さんは、なんかな、真と思ったらっていうところは、8番さん印象良かったんですよね。あんまり言わないんじゃないと思ったし、釣りじゃない、疑ったら占います的なことを言ったんで、まあ、グレーの精査聞いてからなんですよね。で、6番さんについては、理由をつけて色を出すって言ったけど、じゃあ具体的に6万さん自体がどうなの？と思ったんですよ。まあ、色落ちはないですよ。ただ、具体的に例えば自分はこうしますとか、ああしますじゃ、っていうところかなって思ったんですけどね。まあ、盤面固まってからと思ってます。はい。1番のプレイヤーが発言します。まず7番さんのいいとこと悪いとこがあって、7番さんのいいとこは騎士を出そうとしなかったのは、この評価はいいけど、悪いとこはちょっとその盤面だよね。7番さんって潜伏してたら、その陣外から白もらったらめっちゃ強いから、それをちょっと狙わなかったの理由欲しいかな。で、プラスマイナスゼロ。
で、まあ一旦7をロジックと行くと、76はちょっと薄いんじゃないかな。6番さん、2周目、反論できない位置なんで。だから、現状7ロジックだった時は6弾いていいかなと思って。で、9番さんも特に怪しい要素はないんだけど、ちょっと盤面固まってから発言するっていうのがちょっと発言稼ぎに見えたかな。だから現状6、9精査なら9の方が怪しいかなって思ってます。あと7番さんは現状フラットよりは C 目に見てない。2番のプあ、レいイうヤーふがふろあ発り言がしとう。ます。はい、2番です。村人陣営でした。まあ、じゅんぐり触れていくんですけど、6番さんに関しては、まあ、言ってることはごもっともだけど、1周目から色を出しあ、了て、解でまあ、後す。半になれば大丈夫、まあ、できるかもしれないけど、なんか初手でそれ言われちゃうと、どうなのかなって。6番さん自体も、じゃあその発言で色を落としてたかっていうと微妙だから、なんか自分はできないけど他者に要求するっていう感じが、って思ってますね。ただ色落ちはしてないから2周目、色を落とす発言してほしいなって思ってます。7番に関しては割と9番と思ってたことが似ていて、あ、似てないな。なんか自分を芯で見てくれたらって言ってるから、私は9番さんと違って、なんか7番さんって余裕があるんだなって思いました。ローでも芯でも。それはまだわからないんだけど。だからそこも2周目期待かな。1、9番さんだと、ごめんなさい、理由言えないんだけど、1番さんの方が視点合わないなと思う。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。3番、村人陣営発言します。7が五四郎把握で、8が霊能ね。まあ、7番さん、まあ、珍しいなとは思うけどね。っていうか、自分を芯で見てって言ってるわけじゃなくて、棋士に対して言ってるんでしょ、それって。棋士に対して自分が芯に見えるんだったら潜伏してって言っただけじゃない、7って。なんかみんな、いまいち話聞いてないなとは思ったかな。特に8とかもそうだしね。直近でそれ聞き逃してんのかいって思っちゃった。だから8って、なんか偽っぽいなって現状思っちゃったかな。全然話を聞いてないからね。でもみんな聞いてないね。だから、言い方が悪かったのかもしれないけど。はい。1番さんって7のいい点、悪い点上げて、結局フラットよりは下なんだ。ちょっと芯に見てないって言って終わったもんね。7が芯の時って、1は白いのかなって思っちゃうけど。はい。ぐらいかな。2級に関してはあんまし落ちてないし、6は全くもって2周目だと思ってます。はい、以上。4番のうん、プレ次イいっヤーちゃがわな発い言しか。ます。はい、4番です。お願いします。占い師でした。ランダム白結果9番に刺さっています。白が9番に刺さっています。7番が狂人か狼かはまだ関係性は分かっていませんが、盤面的に7番が狼で置いた時に、仮定で6番は薄い線ですが人間かなって今のところ盤面だけでは思っています。発言でいい点を拾えているのが1番さんで、2番さんが合わないのがちょっとわかりません。まあ、3番がまあ普通の発言とは言わんばかりに、多分隔て下りがない発言を残しているので、色落ちがないポジションだと思ってます。どうなんだろうな。発言で狼か狂人かって見極めるの難しいから、僕は盤面で最初は攻めていきますが、徐々に徐々に発言も絞っていきたいと思ってます。ごめんなさい、僕は棋士が出てほしいです。っていうのが、敗処刑に5番で何もしようがなかったら敗処刑になるので、棋士は出てほしいと思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。いい盤面ですね。あんまりね、棋士出したい。部屋村とか好きじゃないんで。なんか単体で気になったのは1番さんかな。7番さんにとった要素で、潜伏しなかったからフラットより若干下。気になるかな。あんまりなんかしなかったらとか。発言でその要素拾ってるわけじゃないのにフラットより下なんだっていう感じがしたかな。別になんかその他気になった要素はないな。まあ3番さんはもうちょっと優劣つけてもよかった。一番引っかかりを覚えてるんだったら思ったぐらいですかね。2番単体で1番がその要素を取ってて、7番さんが真っぽく、まあ安心感がありましたみたいなのは、あんまり27には見えなかったかなっていう感じですね。1が気になってます。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いいたします。そうですね、
占いに関しては4、7がそれぞれ出ているんだが、どうなんでしょう。7番さんはその発言位置なんでね。まあ、ただ、まあ、真だと思ってるならっていうのは、3番さんの解釈の方が俺は近かったんで、3番さんがいいなと。3番ああ、さん騎そっか、士。騎士か。対抗はいますか？じゃあ、1角ですね。うん、3番さんは印象良かったんですよね。で、4番さんがその位置で、3番さんを叩くっていうのは合わないんで、現状では4番さんの方が2攻めで見てるんだが、まあ、この後2周目の発言があるんで、まあ、そこもしっかりと聞いていきたいかなと思っている。グレイ位置に関しては、一番印象が良かったのは1番さんなんだよな。7番さんのその両方の場合っていうところはしっかり理由を述べて精査をしてたんで、2番さんに関しては、色落ちの感じで俺にそれを指摘をするっていう気持ちはすごくわかるんですよ。ただ、まあ、なんて言うんだろう。色落ちさせるあなたの言ってるのっておかしくないって言うんだったら、一番さんって結構色落としてる人物なんで、そこを不安っていうのはちょっと矛盾点を覚えてるんで、まあ、現状グレーで一番怪しいなって思ってるのは2番さんかな。9番さんに関しては、まあ、とかく引っかかるところはなかったんですけど、まあ、ちょっと2周目の発言私は聞くにあたって、まあ、発言順がここなんでね、まあ、そこでもし、気になる点があったらまた言えればなとは思っています。現状は2番さんは怪しんでいます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、グレー考察します。19弾きですね。はい。だから、26スリーチです。あ、以上ですね。太鼓の発言から太鼓狼だと思ってるんだけど、太鼓の発言から1番に対していい要素を述べているから、4、1だった場合ってやりにくい要素。9番単体弾いたのは、グレー精査ですね。初週の段階で6番に対しての、じゃあどう思ったのとか、まあなんか問いかけが単純に白っぽく見えた。はい。だから3番別に出なくてよかったっすよ。はい。ぐらいですね。だから19弾いて、26スリーチでいいと思ってます。もう、なんかあんま話すことないんで。あ、一応、あ、あ、なんだっけ、一番さんか。出た理由？特にないっす。特にないっす。だって普通に話聞いた方がわかるし、村目線も飲めるでしょ、全然。出た方が。俺潜伏って嫌いだから、基本的に。はい。だから潜別に伏答嫌えていもあだんまか移らっ動してて、ないと騎士思う。は潜伏そされれにて関しるて。んやな。真偽同行じゃないと思ってるから。はい。26釣り1。6番が2番を怪しんでいた要素から、じゃあ2番が釣って、2番を釣って、6黒、あ、じゃあ2番が釣って2番黒だったら、ちょっと困っちゃうね。6番の黒鬼くなっちゃうね。でも26でいいかな、普通に26でいいと思ってます。あ、対抗の話を聞いて、19弾き。あ、9番単体制作が良かったところから。はい。19弾きの4二星で、26のどっちかだと思ってます。26のどっちかが狼だと思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言うします。ーん。いやー、一角してよかった。マジでちょっと何言おうか飛んでんだけど、何だったっけな。ちょっと4番さん、偽で見てるんだけど、何だったっけな。マジで忘れた。マジで忘れたんだけどな。まあ、いっか。まあ、5番さんがちょっと視点近いかな、自分と1番。1番さんが、7番さんにその潜伏しなかったから、っていう、なんだ、フラットよりしたって言ってたのか、ちょっと俺は聞き取れなかったっていうか、ちょっとごっちゃになってる部分があるから、定かではないんだけど、それで、なんだ、フラットより下がるんであれば、ちょっと謎かなって思うから、ちょっと気になってますね。ごめんなさい。ちょっと、発言聞いて決めます。9番のプレイヤーが発言します。どうすかね。別に4番と7番ってまだ悩んでるんですよね。7番さんって僕を信で思ったらってところが非常に引っかかるんですよ。ただ1番さんは白いと思ったんですよ。まあみんな1白と言ってるけど。で、7番が対する6番のそ竹の井さ要素ん、取りのもうとありころでが6、7とう。のところがつながりかないし、1視点で見た場合、6と9だったら9の方っていうので、ああ、そりゃそうだよねってなんか納得しちゃったんですよね。で、7が死んで見た場合って、とりあえず当然わからないですよね、ブレーチ広いから。だから7偽軸で追った場合の考察って、ああ、なるほどって素直に入ってきたんですよ。
で、そうした場合、グレーで詰めるって2、6なんだけど、やっぱり2が引っかかるんですよね、2番さん。7が余裕があるって言ったけど、まあそこはいいにしろ、1視点が合わないって言ったところが自分と視点が全然違うんで、詰めるべきは2かなと思ってるんですよ。6番さんは1がいいって言った人物でしょ。で、5番さん、片白だけど5番さんって、1が気になって、その潜伏の理由がその1周目で出るか潜伏するかっていうところだけなんでしょう。その他は気にならずって言って、3って言ったんですよね。現状2番に行くんですけどね。2番さんがよっぽどなんかクリティカルな発言したら思考変わるんですけど、って思ってます。以上です。はい。1番のプレイヤーが発言します。俺は占い微妙だけど4の方が偽かなと思ってる。その理由は、俺申し訳ないけど騎士出そうとする占い師は偽だと思っちゃうのよ。出すメリットがないから。ここで例えば2番さんつって2番さんが遺言から強靭目がないってなっちゃうと、3番つって黒囲いされた時も一切わかんないから、俺出すメリットが一切ないし、SG1 作ろうとできるんだよね。怪しいところに黒ったら安定だから、俺ちょっと申し訳ないけど4番さんの騎士出しで結構偽目に追ってます。で、7番さんの印象良くなったとこって1を釣り寄さなかったとこ？俺が7を偽目で、フラットに偽目で言ってるっていうにもかかわらず、1を釣り寄さずに、そこを釣り寄した2を釣ろうとしてるのが印象いいから、俺4の方が偽かなと思う。ただ5番さんが1釣ろうとしたのが、自分が7を怪しんでるから、7の城先って5よね。だから5が1を釣ろうとしてるのがちょっと引っかかるのは引っかかるけど、まあ現状2、4かな。で、2が1を叩いて7にすり寄ったんかな。2が1を叩けば7から心象良くなるからね。自分が7叩いてるから。だから自分は2番さんに入れようかなと思います。2番のプレイヤーが発言します。まあちょっと7番さんから2、6の欄って提示されてるけど、まあこの後の人も6、2、1の欄でちゃんと考えて発言してほしいかな。2、6に絞らず、1番さんもしっかり考察ありとがしてほしいとかなと思ってます。1番さんに関しても。最初私が1番さんとして合わないなって言ったのは、ごめんなさい、時間なくて理由言えなかったんだけど、1番さんって、これは5番さんも言ってたけど、7番に関してフラットなのに芯では見てないっていう発言が一つ気になったのと、あと6級の優劣をつけれたところって感じかな。それも今9番さんは1番は白いって言ってたけど、9番視点で何も思わなかったのかなってのが不思議で、1番って6級の優劣をつけるときに、9番って最後、なんか時間稼ぎをしてたから、6級だと9って言ってて、そうかなって思ったかな。6番さんに関しては私は、厚掛けのつもりで、まあ、2周目じゃ色が落ちるような発言をお願いしますっていうような発言を残したけど、別に2周目1だと思っていたし、9番さんにおいても、まあ、時間稼ぎっていうふうに感じ方の違いかもしれないけど、思う人もいるかもしれないけど、だからといって6級の優劣ってつけるの難しくないかなって思って、視点があんまり合わないなって言いましたね。で、まあ、今も言ったけど、9番さんってそこに関してあんまり違和感を持ってないか、まあ、今日の釣り位置ではないけど、普通に怪しいかなって思ってます。7四に関してはちょっと正直まだ分かんないって感じですね。まあ私も当たり前ですけど、6、1に関しては優劣がつけれないんで、ちょっと。3番のプレイヤーが発言します。はい。棋士です。まあ出たらよくない盤面だったかな。出た方がいいと思ったからね。自分もグレーにいたから出ちゃいました。はい。まあなんか釣り位置上がってから棋士ですとか言って陣外が対抗出やすいと思うしね。はい。自分の判断で出ちゃいました。今は日あい。るかな。これ加工っまあて一す番さんごのいよ言うね。棋士出したい出したくないだけで真偽をつけるのはまあ危ないと思うけどね。いろんな人がいるからね。はい。ただ、俺は9がめちゃくちゃ黒いと思ってて、4の芯が下がってるって感じかな。9って、
まだその理由で7叩いてるけど、7それ言ってないからね。騎士に対して、自分を死んで見えるんだったら騎士潜伏してくださいって言ってるからね、7って、はい、まだ言ってんのかって思っちゃったかな。あと、9は7が偽で見えてるのにもかかわらず5に対しては何にも思わなかったのかな。じゃあ7の白崎の5の精査は全然してなかったなっていうのが気になるかな。はい、6番さん特に引っかかる点 なし。俺2番さん釣り押されてるけど2番さんじゃない気がするけどな。まあ、2、6、1の人気投票でいいと思うけど、なんか 2が狼だったらさ、みんな、1も村な気がしてて、なんていうの、1からの票をみんな稼ぎに行こうとしてるけど、2だけそれしなかったんだよ。2、6、1の欄にしてって言った2ってなんか村っぽく見えちゃったかな。あと、9を疑ってる視点も一緒だしね。はい。まあ、人気投票でいいよ、今日は。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。言いたいことめちゃくちゃあるんだけど、対抗の7番が俺の真の占い師の白崎の9番の視点付けしていることから、黒打ちそぶりを見せなかったことから狼だと踏んでます。多分おそらく9番に占い結果を飛ばさないと思っていて、それが狼だと思う理由の一つ。それと2番6番を釣り位置に上げて1番外してる理由がえぐい。俺グレーだったら1番釣りたいと思ってます。5番は俺あんまり正直言うと占いたくない。もう前日の話しとくけど、俺が生き残ってたら説明したいと思ってたけど、今回言うわ。護衛俺に寄せてほしくて言うよ。7番が1番に向けているフォーカスと5番が2番と1番に向けているフォーカスが狼だったら、家庭として狼で置いた時に5番がつながれないと思っているのが1番への向け方。それが5番が1番に対してと7番が1番を評価していることと、9番1番まとめて視点付けしていることが7番の狼だと思う一つの理由で、2番6番を釣り位置に上げていることから、6番というトップバッターの発言の薄さと2番の1番を含めたランテージ、これに関して2番6番は薄いと思って1番を釣りたいと思う。今回に関して騎士を出すか出さないかだけの一辺倒の考えで俺の芯が下げられるってどんな感じだよ。わけわかんないし、じゃあそれだけで7番の芯が上がるのか。3番に言っとくけど、9番ってちゃんと対抗のあの5番にまでちゃんと触れてたからな。黒い理由俺に聞かせてくれよ、俺答えるから。9番に知る結果出てるんだって。今回は2番6番外して俺は1番を釣りたいと思ってます。理由が納得できん。5番のプレイヤーが発言します。なんか1番さんって7番さんにとった要素不当やなって思って聞いてたんだけど、2戦目に関しても4番さんが騎士を出さそうとしたから2戦目に見えるとか、なんかこれまあ、あ、これはいいや。まあ占いに狼が出てる視点で1番って、あ、違う、占いに狼じゃなくて、1番視点で4番7番に対してどちらにも不当な殴りを入れているから、なんかね、仮にもし、まあ、なんか喧嘩売るような発言してるなって、要はね、どっちにも、一番外れるんじゃないかなとは思ったかな。どうなんでしょうね、7番、4番ともにどちらにも、5番、9番じゃないっていう発言してるから、ちょっと占い精査はつけたくないですね。2番が取った7番の要素で若干初週で27じゃないのかなって思った要素があるんで、私6番さんに入れようかなと思ってます。違ってたらごめんねただ1じゃないのかな、どうなんだろう。もうちょっとなんか発言拾ってほしいけどな、1番さん占いの。それ発言精査じゃないんだよなと思ったけど、まあ人は人なんで、ちょっと相方じゃないのかなと思ったかな。全プレイヤーの発言が終了しました。これ見た方が怪しいね。その疑いにはどんな根拠があるのか。占い新月剣と情報落ちんからね。6つ投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。はい、まあね、申し訳ないけど
何から言えばいいかな。俺、2番さんの発言で、いや、6を要素とかね、そういったところは言ってくるかなと思ってたのが、9に噛みついて1に6、対して1入れもたの？指摘する内容で、2番さんは白いかなと6、思っ1たん入れで、てる2わ。投票は変えたんですけどね。ただ、なんか別に気になる要素ないって言われて投票もらってるから、やられたなって まあ思ってます。1番さんのその棋士がどうこうでずっと言ってるっていうのは5番さんも拾ってたんだけど、まあ不当かなとは思ってる。だからこそ、でも両者とつながらない、狼の相方にならないって見てるっていうのは5番さん目線、ちょっと俺5番さんが狂人かなと思っているかな。まあ、占いは進路なんだけど、4番さんとの発釣ら言れ聞いそうてな位て、置に行ったまだのか現な。状はちょっとわからんかな。これ46あるたな。だ、片白で言ったらやっぱ9番さんか。俺はちょっと引っかかるところがあってね。いや、でも2番さんのこの投票か。やられたかな。1番さんまで巻き込んで、9も叩きつつの投げかけで、まあ、ずっと釣り押されてたんで、いや、2は白いかなと思ったんやけど。まあ、投票理由は2番さん言った方がいいと思うよ。っていうとこれこか4ってな。俺占ってなかった。新切りでいい夜が更けな。ました。人狼に気をつけてください。さあ、4俺に占ってこい。絶対騎士出すと敵対してるところに黒打つからね。俺が4、あれだよ、7に設定行った時すり寄ってたらね。俺釣りをさずに2釣りをしたのが心証いいんだよね。1が7に攻めで追ってるのに。夜が明けました。昨夜は誰おお、も仏知り教ま起きせんたでよ。した。発言ターンに入ります。3番ほら、のプ俺占レイっヤーてが発ねえよ。言します。あれ、8、6黒。5番さんが占い、9白にしろ。5番さんが占い、9白にしろ。で、94か番さんが白。5白。7番さんは、2白。6黒か。じゃあもう4、5、7、ロラでいいんじゃないの？4、5、7、ロラでいいんじゃないの？5は隠しろやん。そうですよね。なんか6は消去法で投票しちゃったかな。1番さんは本当に多分村で、白い白いって言われてて、狼ももう1を叩くといいことがないから1からの評価回収で1白いって狼も言ってるんだと思って、で、唯一、いや、1も釣り1に入れてよって言ったら2が白く見えて、2が狼だったらそんなことしなくていいと思っちゃったかな。どういうこと？4、5、7、ロラでいいんじゃないの？もう、あと、勝ち確じゃないんでしょうか。5から行きたくないかな。5が強靭の線はあるけど、狼、相方、6の相方が5っていうのは絶対ないと思うから、4か7いきます。4番のプレイヤーが発言します。はい、村か近くね。6番で黒釣れてんだろ。4、5、7釣り切れるだろ。5番に白出てるから7番が狼ね。5番狂人、7番、6番狼。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、申し訳ないね、選択してて。3分の1当てるゲームだったんだよ、私の中では。仮にもし6番外してても1番狼だったから、何の迷いもなく今日出ましたけど。いやー、当てれてよかったです。はい、どっちからでもいいです。まあ、4の方がロー目が強いのかな。4投票します。7番のプレイヤーが発言します。九四郎？まあ、占った結果とかも、昨日の精算も入れたきりで変わってないんで、5強4ロー6ローなんじゃないでかって思ってるんで、6番、殺します。8番のプレイヤーが、夜人狼が身分の開示を選択しました。
ああ、よかった。やっぱ4にしてたね。4番さんごめんね。7番さんが出たから、2周目で出ようと思ってました。あ、ね、いや、だよね。申し訳ない。ただ、ご白打って出ようと思ったから、きつかったと思う。5番さんは何で出た？ちょっと待って、5進なの？いや、5進でしかないですよ。だってなんで5出てないのあれ。出なくてよくないですか？ 7 が5白で、4番9白だよ。私5噛まれてたら、あ、まあ、騎士出てたら噛まれんか。3番出てたからね。いや、俺釣られたら無駄釣りやん、もうこんな。6が白だった時ってどういう勝ち筋があったの？ 5 番3して。そしたら、私1、ラスルーチは確実に見つかるから、まあ、4番、7番を解き伏せるだけかな。だから、多分1番の狼までたどり着くからね、ご視点は。うん。まあ、初日狼釣れなかったら結構危ない橋ではあるかな。お選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、占い師きたです。夜が更けました。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師カミングアウトします。8番さん、白でした。そうですね、まあ、進行論としては、まあ、基本的には役職持ってる人の、その人自身の判断に任せたいなっていうのが個人的な考え方なんで、まあ、カリウドも霊媒も、まあ、自分が強いと思う出方をしてくれればいいかなっていう感じですね。で、まあ、それ以外については、まあ、1周目一通り聞いてからまた考えていきたいと思います。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、あの、4番さんは人狼で見てます。あの、その位置で出る必要が一切なくて、あの、陣外から白もらって2周目に出たらめちゃくちゃ強いんよね、盤面的に。だからその必要がないんで、4は人狼で見てます。で、霊能者に関しても、自分1周目から出た霊能者あんまり死んでみない。あの、その理由ってバッティング狙った方が絶対いいんよね。あの、狼って進路を狙ったりするのよ。占いに狼、霊能者に狼、それ狙ったりもするから、あの、4の位置でバッて霊能者出た時に進路しにくいんよね。そういうこともあって、自分はもう1周目から出た霊能者は、あの、もう死んでみないんで、それを言っとくね。自分は4番さん人狼で見てます。6番のプレイヤーが発言します。5番の印象が悪いですね。だから、それが4番の人狼要素にはならないですね。なんで潜伏しないから人狼なんですかね。そうですね、それ。4番なんて2周目のグレースケール次第です。色なんかわかりませんね。4番が真なのか偽なのかっていうのは、わからないです。別に、霊能者だっていいじゃないですか。一周目から出たって。潜伏選んだって。潜伏の意図とかはわかるさ。に取ろうとすればわかるけど、デメリットもあるから。それを選ばない人だっているから。潜伏をしなかっただけで、人道目で見る5番っておかしいですね。村だったら考え直すべきだと思ってます。はい、印象がすごく悪いですね。なんで人道になるの？ 4 番の人道要素ではないです。して欲しかったなぁで終わらせればいいです。5番が何者なのか知りたいです。ゴズリ以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今、まあ、6番さんにおおむね同意かなって思いますね。5番さんへの意見に関しては、まあそこは4番さんは4番さんでそうやってやりたい人物なんだから、別にそこが4番さんの狼要素にはなりえないかなっていうふうには思ってます。ただ4番さんに関しては、なんだっけ、役は自分が出たい時に言ってろみたいな発言をしていたんですが、4番さんって初週のその1番手の位置で、じゃあ2週目で盤面がこうちょっと変わった時に、それでも考察がしっかりできる人物なのかなっていうふうに思いました。はい、なんか なんだろうな、4番さんにはとりあえず期待しておくっていうふうには言っておきますかね。4番さんの位置で盤面が固まっても変化しても、それでもちゃんと考察を落とせる人物なのかなっていうふうには見てます。5番さんがああいう感じで不当で叩いてるから、4が偽だった時って4号もあるんじゃないかな。8番
のプレイヤーが発言します。はい、村人 J です、お願いします。あのね、多分ね、特に5、6番さんに関して宗教の違いだからその理論で殴り合うの多分やめた方がいいよ村同士の殴り合いのか、村同士で殴ってんじゃねえとか俺思っちゃってるよ。別に5番さんの言ってること分かるし、5番さんの理論、6番さんの理論が分かるから、村同士の殴り合いの可能性高いんで、ちょっと視点変えた方がいいな、と思ってて、7番さんに関しては6番さんに同調で5番さんが怪しいって言ってたんで、僕は5番さん怪しいと思ってないし、その時点で占い師に対して意見ものを言えるっていうことが結構5番さんの村要素だと思ってるんで、多分6番さんはね、宗教の違いで殴ってんのよ。7番さんはちょっと便乗してるのよ。この7番さん自身の宗教じゃない、ね。いいね。だからちょっと黒要素拾えてないんだけどな。順番つけんな、7番さん印象悪い。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。2番にランダム白出てます。箱お願いします。はい、この4番に関して、単純に今日もローもあるかなって思っちゃった。発言的にあまり新芽を取りに行ってないなっていうのがあったから、興味もあるのかなって単純に思っちゃいましたかね。発言短かったしって感じかな。これが戦服だよ。太鼓に関してはおたくないです。これが戦服の強さ。私に関してはグレーズメ盤面では自分は出てほしい。レノに関してもまあ、団子さん、ブルドンさん、ギフトありがとう。まあいいけどね、別に4番の位置で出てくれてもいいけんね、2周目。はい。って感じかな。はい。そうね、前半1の、まあ、5番殴りに関しては、まあ本当に進行論の違いなのかなって思っちゃってるから、まあ6、7番ともに5番に対してちょっと硬いかな、頭って思っちゃった。5番も5番で硬いよ、硬いけど6、7番も硬いなって思っちゃったから。まあ、8番が少なからず6、7の審議差をつけたのは良かったなって思ったから8の印象がいいかな。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です、お願いします。4番さんが8白、9番さんが2白を把握しました。まあ、4番さんね、まあ、約束出方あ任せるっていうのは、まあ、それもね、占いの方法だと思うんで、それで特にね、芯を取りに行ってないっていうことはないと思います。そんなんで、まあ、9番さんがね、その4番さんに対して、4番さんが芯取りに行ってない、っていうような発言、どこの発言を切り取って、で、4番さんの位置だと、まあ、その程度しかね、発言できないと思うんで、まあ、9番さんは、まあ、ちょっと4番さんのね、その叩き方、4番さんへの、まあ、太鼓への叩き方、不当かなと思いました。まあ、5番さん、6番さんは、考え方の違いだと思います。ただ、まあ、5番さんの位置だったら、私はみんなね、役職出てほしいと思ってますね。後半だったらいいんですけども、前半だとね、どうしても、役職、出てくれないとね、考察できないのでね、まあ、6番さんと5番さんは、まあ、意見の違い、7番さんは便乗1、まあ、8番さんは、5、6、7に、綺麗に触れたっていうところ。2番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは、村人陣営です。一詰め一択、はい、5番の位置で全部出てほしい、めくってほしいっていう5番の感情を読み取れるのであれば、4番の感情も読み取って4番自身も出てきた方がいいっていうのを1番自身の主観の話で言った方がいいんじゃない。4番自身は精査ができる人物として自身は出なくていいって言ってるけど、1番の考え方が5番だけじゃなくて4番にもそれは当てはまると思っている。はい、一釣り一択です。1か7かなって思ってる。あ、ちなみに騎士でも何でもありませんけど、発言の中の要素の中で1番が5番に対してそれを汲み取るのであれば、4番自身にもそれは当てはまる人物だと思ってて、4番には当てはまってないのがおかしいかなって。なんで騎士なんですか、そんやろな。3番のプレイヤーが発言します。どうも、特に詩はないです。あ、ゆずさん、そうね、まあ、このままやったら、これ1つ目やけど、2番さんってリーチがあると思う。1番さんってね、その位置でって言ったらさ、自分もそうなんやけど、なんか、触り方が、なんかソフトタッチやなって思って、叩くとこないんかなと思って、まだ持ってる感じがした。まあ、別に4号場さんそこで出てほしいどうこうは別にそれ、釣り寄せる要素ないと思ってるから、2番さんも変やと思ったけど、1釣り寄せるっていうのは、同意見。あとちょっとしかね、どうなんやろね、5、6、7やろ、グレー、あと。
まあそこは2種類かな。みんな言う通り、周期の違いと思ってるから。で、でも5番さんの意見は一番同意してるから。まあ、若干、5の方が印象いい。で、6、7、その次悪いって感じかな。自分5番さん派やから、でもそんな2種類目かなと思ってる。今んとこ1つかなと思ってる。4番のプレイヤーが発言します。はい、5番さんが占い師用で8白と。5が8白。ということは、占い3使用盤面ではなくてですね、はい、霊能すらします。霊能すらです。ってことで、8番、4番と9番、あ、そっか、隠し白にはならないのか。いや、あ、そっか、8白は俺のあれだから、僕、霊能なんで、2が9の片白で、8が5の片白と。だとすると、グレーだと、ぶっちゃけこの中だと7番さんが一番怪しいですね。その、僕が1周目で占い師使用したときに、5番さんが殴りに来ましたと。で、まあ、5、6は、まあ、皆さんが言ってるように、その、信仰論の宗教的な違いだと思うので、その5、6の間の議論によって、まあ、どっちが黒いとかいうふうには思いませんでした。で、これも誰かが言ってたんですけど、7番さんが便乗位置にいたんですよね。で、そこが気になってます。で、それを指摘した8番さん、その、8番さんが言ってたのは、5、6はあくまでもその宗教的な違いであって、7番さんは、ただの便乗だと。その指摘がすごい村人っぽかったなと思って、8が、自分の中で今のところ最白。で、グレー行くなら、7番っていう感じです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏してました八代です。まあ1周目に言ったように絶対俺は潜伏が強いと思うのよ。でここで9番が5代打ってたらめちゃくちゃ強かった。でこれね、4番さんがレースラしてることからかなり濁ってて、9番さんの強靭がちょっとあるかどうかなんだよ。その辺でちょっと迷ってて、で6番さんはちょっと確かに宗教の違いだけかもしれない。6が5を叩くことによって、現状4って白だから、4番さんにすり寄る行動になるんよね。で、逆に7番さんって4、5あるんかなって言ってるってことは、7番さんって4番さんが新占い師の時に占い地に入るから、俺7がないと思うんだよ、現状。まあ、便乗はしてたけどね、ご釣りをし。そうなると、釣り1はなかった1番さんかなと現状思ってるかな。まあ、6番さんはちょっと、グレー精査聞かないとわかんない。3番さんも五カバイが結構印象良かったからあんま釣りたくないんよね。現状1番さんかなって思ってる。あ、せっかく3仕様になったのがちょっと悔しい。ただね、多分俺噛まれると思うんだよな。まあだから騎士はちょっと4と5の護衛しっかり精査して2グッチョブ狙ってほしい。5グッチョブでもいいし4グッチョブでもいいし、現状1番さん行きたい。どこ釣ろうか言わなかったのが怪しい。6番のプレイヤーが発言します。まあ釣り位置が上げられなかったのはスキルさとかもあるから、そこだけで1番を殴る5番は変だけれども、今やっとここで分かるんですね。5番が4番を人狼だって言った意味が、だから宗教の違いではないですね。俺はその潜伏占いのことを知らないから、5番の5番が潜伏してることを知らない状態で4番に潜伏しないから人狼だって言ってることは不当でしかないです。4番に対して1周目の時点では。だから宗教の違いではないです。だから、潜伏しないから印象が悪いです。4番さんは偽で見ますって言うんだったらまだわかるんですけど、人狼だまで言い切ってる人物だったから、おかしい、ごずりって言ったんですよね。だから出方的には整合性は取れてると思いますけど、1ずりがあんまりの理由が納得できないっていうのと、2番がなぜ騎士を、引き士を透かしたのかが謎です。謎です。で霊能でもないんでしょ。そこだけ変ですね。2の精査は別に悪くはなかったけど、騎士でも何でもないんでって言ったことに関してだけ引っかかりを覚えて、3番の色が一番見えてないですね。
7番は現状3位置から外しますね。はい。それぐらいかな。そう。まあ、人気投票になるんじゃないですか。4番という位置角でのが初手で終わってしまっているので、基本的にグレーの段になると思うんですけど、2周目聞いて変わるかもしれませんけどね。現状3と言っておきますね。はい。7番。のプレイヤーが発言します。号泣を振動仮定すると、どうだろうな。まあ号泣に関しては今のところはまだ分かってないです。まあ9番さんの発言も聞いて、まあ明日以降決めていこうかなとは思っています。1番さんに関してなんですけれども、3番さんが言っていた通り、もうめちゃくちゃソフトタッチすぎるなって思ってて、なんだっけ、これ8番さんがやってたのか、5は怪しくない、7は6の便乗だっつってて、4号は、4号じゃない、5、6は進行論違いで殴ってるっていうのを、ただ単純になぞってるのが1番さんじゃないですかって私は思ったから、7が便乗1だって言っているのが一番もうブーメラン刺さってんなって思って聞いてたから、私は現状1番さんの方が、1番さんが釣りたいかなって思ってる。1、3、6のグレーの中だったら。6番さん、私は3番さんからその1のグレーの触れ方がソフトすぎるっていう様子を取ったから、6番さんが言う3番が何だっけ、色落としてないっていうのはいまいち分かんなかったっていう感じなんで、1、6、3だったら1番が一番釣りたくて、次に、まあ、6番って提示しておこうかなって思っていますかね。まあそんなもんかな。5番が狼だったときって、いや微妙だな。6番が、なんだっけ、5、6は進行論違いじゃないと思いますよっていう必要あるのかな。まあ、あんまり見えない。8番のプレイヤーが発言します。いやー、俺は5番さんシーンやと思うけどね。多分5シーン。で、2番さんが6番が言ってた、非騎士透かしたのって、一本釣りしてるから、周りから騎士なんじゃねえかなって思われるから言ったんでしょ、多分。なぁ。急釣りしたら面白そうだね。騎士出ないから、急釣りしたら面白そうだね。急釣りの誤信決め打ちとか、ダメですかね。ダメなんだろうけどね。ね。3番強人じゃない？ 8 が奇跡か。8奇跡だ、これ。1もいけるよ、みたいな。1でもいいと思ってるよ。これ8噛まれるな。すごく引っかかるんですよ、僕は。8か5かも、4かも、ね、うん。だから、俺の釣り位置は3番の釣りが、後半白打ちが。まあ、で、17で悩んでるって感じですかね。3の次に17悩んでるって感じですかね。うん。7番さんって結構人の言葉を借りて喋ってるから、自分の言葉じゃない気がするんですよね。うん。6番って自分の意思あるじゃないですか。まだ2周目も、いや違うと。自分の意思を持って発言してる人間だから、なんか6は違う気がして、うん、3の次17M って感じですかね。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。まあ8番さんに言いたいんだけど、8番さんが誤信進行したい理由って何なのかなって思って、5番さんの発言を拾ってなのか、それともただ単に潜伏して出てきたから5番の方が真に見えるっていう考察なのかな。それがちょっとよくわかんないな。それで急釣りしたいって言われる意味がわからないなって単純に思ったかな。うん。だからその8番の誤信進行がよくわからない。潜伏したら真に見えるのって話になっちゃうから、なんか意味わかんないなって単純に思って、釣りたい位置に関しては3番かなって思っている。1番に関しては、後半位置が、2、3が、まあ、1を釣りをしてるから、まあ、5番が3仕様にしてきたっていうのもあるのかなって思ったんだけど、5番が1を1本指定していることから5番狼だと思ってるんよね。8に白かぶせてきてるところ
から5番狼だと思ってるんで、5一路っていうのは一本指定してるところはないかなって思っている。なおかつ3番っていうのは割と最後の方で、まあ、5番の意見の方が俺は分かるけどねみたいな感じで、若干5番になんかこう5番と同調している感じだったから、3号ローのラインっていうのはあるのかなって現状思っているから、あんまり色落ちないっていうのもあるけど、3号のラインも見えるから釣りた位置は3番かなって思っていて、5番狼軸で追った時の1番はないかなって思ってるから、1番は釣りたくないと思ってます。67に関してはもう単純に6番さんの方が、いい考察してるなって本当に思ってる、うん。まあ、それに関しては8番が言ってる通りだなと思うけどね。6番の方が自分の意見を言ってる感があるから、3時点7って感じかな。1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。そうですね、まあ、ソフトタッチで釣り位置を上げられなかったってことなんですけど、まあ4、5番さんの、初日のやり取りで、それに対する6番さんのやり取り、7番さんのやり取りっていうのは、もう正直あの考察しか私のね、位置ではなかったと思うんですけど、それをね、前の人を真似したっていうようなことでね、捉えちゃってちょっと残念でした。まあ、私の位置ですと、まあ、9番さんがね、4番さんの発言に対して、新芽取りに行ってない、っていうような発言が、どこのね、発言が新芽取りに行ってないのかっていうのをちゃんと9番さんがね、説明されてなかったんで、私は9番の方を2戦見てますっていうようなね話だったんですけども、まあそこからねスラッと発生して、まあ号泣になってると。で2番さんがね9番さんから白もらってて、でまあ1叩きしかしてないんですよね。他のグレー触ってないんですよ2番さんが。そう見ると9番さんね白かぶ、囲われた狼が結構ね濃厚なのかなと思って、それで9が、ね、やっぱ2戦見えですね。合心で2番のプレイヤーが発言します。はい、一釣り進行でいきます。一も同じなんでしょう。だって567に対して主観での話で、信仰論の違い、宗教の違いでしかないって落としてる人物なんでしょう。だったら2番も567に対してなんで2番許されないの、自分は許されるのに。でなおかつで一番に対して言ってる要素って全然違くて、聞いてたかな。5番に対しては盤面揃えた方が考察しやすくない、いやそれ4番にも当てはまらないって、4番自身は4番の口からこの位置で出てもらっても構いませんっていうのは出している人物だけど、1番の思考だったら1番の思考の進行論であれば5番だけじゃなくそれは4番にも適合されるはずって思ってるんだけど、3番じゃなくて1番一択ですね僕は。相も変わらず、なんだろう、一番がね偏った思考の人物なんですよね、聞いてて。これ似てるかな。なんだろう、しかも叩かれたら叩き返す要素しか出してないし、いや一番に対してなんだろう懐疑的な視点を持ってる人物っときたいな。他にもいたと思うんだけど、え一番視点じゃ5番ってどこ行ってんだよな。5番って一番一本釣り指定だけど、あ、8番さん言ってくれた通りです。6番が、なんだろう、騎士がないっていうことを透かすのに何のメリットがあるのって、一本ずれ指定してるからです。1いきます。3番のプレイヤーが発言します。ショコラさん、ギフトありがとう。僕も相も変わらず1ずりっすね。でもね、占い心理っていうのが分かんないんだよね。5番さんの僕を釣りたくないって言ってくれたのは嬉しいんやけど、その要素がなんか釣り寄りに見えて、明確な理由じゃなかったよね。若干釣り目に見えたっていうのがあって分かんないかなって、9号の心理はあるかな。9狼やったら相方位置かなって思ってる。騎士多い、遅いわ。はい、騎士っすね。どうしましょう、釣り位置。グレーがみんな目線673やろ。67な。6番さんのね、1の色見えないっていう、じゃあ3の色見えないって言ったら1番さんもそうでしょって思うんだけど、それ気のせいかな。1って釣り位置全く言ってないよね。3っていう人物は色落としてると思ってるんだけど、色見えないなら1の方じゃないって思ってる。なんであのソフトタッチでスキルさどうこうでさ、釣り位置から逃れられるか分かんないって思ってるから、6の3釣りが不当かなって思ってる。7に関して気になるところ、そうっすね、7はないっすね。叩かれてないっていうのもあるけど、6番さんの1外したのが不当すぎるって思ってるから、6釣りかな？占いな。
占い真偽は分かんないっすね、正直。かな、ぐらいかな。なんで分かんないんだろう、1が白の時点で、俺は。真やろ。これ2占うか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番9はどこ入れてる？発表してください。9は3か。私釣られると思ってなかった。私が6番さんに入れたのは、まあ、3番さんの発言から別に黒要素っていうのは今のところ落ちてなかったっていう点が一つ。しないの透かしたところなのか。まあ、1日目の2週目の発言の私の段階で、なんだろうな。3番からは3番さんは1番が釣りたいって言っている人物で、私も1番さんに対しては、同じ要素を取ったから3番とはまあ意見が合うかなって思ったから、私は本当は1番さんが釣りたかったんだけど、まあ1番が騎士だったからってなったら、3と6で比べた時って6番さんからは7は釣り1から外すって言われたのは、まあありがたいはありがたいんだけれども、3と6の発言を比べた時に、まあ6番かなっていう風な感じで思っていましたかね。いや、ごめん、6番に関しては別に釣ろうと思ってなかったけど、まあ、順位付けをするとしたら163で釣りたいっていう発言残しちゃったからかな。3からは別に黒要素は取れてないけど、まあ、3が狼だった時は私が妖怪視されてたんかなっていうふうに思うぐらいですかね。食事にし、人狼に気をつけて、占い師の方は、占う気しないの、しかしたし、どんな根拠があるのかな。人気はあるな。1がちょっと9、2攻めって言って、2が1つろうとして、おきどくさん、ギフトありがとう。囲ってるかな。占った対象は、あ、白か。あ、職人キットありがとう。翌輪だなこれ。昨夜は1名の方が亡くなりました。すべきものでは、1、2番のプレイヤーが発言します。7黒勝ったか。西郎さん、俺7入れてるからね。ね、9つ目の5は3じゃない。9が3占い、3じゃないでしょ、8でしょ。どうしようかな、どうしようかな。噛まれるんよね、どちらにせよ。占い師が。ってなったら、占い師処理してていいかな。占い師処理して、今日、グレー行ったとして、間違えて、村釣った場合って、明日の占い審議間違えたら PP になっちゃうからこそ、占い師から詰めます、僕は。で、Q から詰めます。投票は9から詰めて、5番はね、3番占いしてほしい。3番は限りなく村だと思ってるけど、ぐらいかな。9詰め、3占い、占えるかな、5番自身が。そこが問題かなって思ってるけど。9詰めからいきます。3番のプレイヤーが発言します。9視点が5、6、8のどこかに
2陣合かな。5視点が36。36どっちかに1陣合。あー、これぐらいないかな。行くなら。どうしよう。5番さんって進路位置やろね。9番さんどうなんやろな。4が出てる状態で出てきた。強靭する。強靭でもするわな。狼でもするわな。どうなんやろね。7どうなったんやろ。昨日投票。7狼やったんやろ。5は行ってるんやろ。9は行ってない。57新郎新郎で、じゃあ57ローローでやる ?7 投票。あの段階で、5視点3を外して67どっちかやろう。7位。俺だったらいかんから5進かな、今んとこ。急に白もらってるけど。5が7いってるのがでかいかなと思ってる。そこでライン切りって捉えはしないかな、自分は。だから今日は9かな。9、まあ、新もあるけど、今日ローもどれもあるから9かな。あ、6番さんが村だったらごめんなさいな、今日の発言は。今日は9いきます。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、7に。そうね、5番さん7に入れてるんだもんな。ってなるとやっぱり9か。で、仮に占いに狼出てなかったとしたら、あれ、ちょっと待って。7番に入れてない人が、9、6、3か。で、仮に占いに狼出てなかったんだとしたら、だから6-3もあり得るのかな。まあでもとりあえず今日は、まあ、占いから行って、で、占いどっちかっつったら、7番さんに入れなかった9番さんっていうのがまあ、妥当っちゃ妥当な気はしますね。はい。多分9番かな。5番のプレイヤーが発言します。はい。昨日7入れた理由なんだけど、まず1番さんが騎士使用してるやろ。で、9が3釣り押ししてるから9ロージックで3はないと思ったよね。そうなると、7番さんが初日、6が5釣りたいって言って7も5釣りたいって便乗してるから、で、自分が、2番が1釣りたい、3が1釣りたい、俺が1釣りたい、6が3釣りたい、7ってもう 1HP 一番低い、1に釣りをしてるんで、狼狙うなら1番7が黒いかなと思って7投票したね。で、2占った理由って1番さん2周目言ってたけど、1番さん、俺はちょっと聞き逃したんだけど、1番さんは4の方が新っぽい、9が偽っぽいって言って2番さんって1釣りたいって言ったから、2級の囲いがあるかなと思った。で、騎士ないのすかそのムラリないから騎士炙り出したい狼かなと占ったら結果白ね。で、9で現状終わるとは思うけど、もし終わらなかったら3だと思ってて、その理由って3と7ってお互い6に入れてんのね。3、7狼だったらもう6入れるしかないわなってとこ。だから9で終わらなかったら俺は3かなと思う。あと、3番って占い審議つかないって言ったけど、明らかに自分真じゃない ?1 で騎士が出た時って。だって、自分が狼の時って1って全然釣れたよね、潜伏してて。わざわざ3仕様にして1を釣らないようにする理由がないから。6番のプレイヤーが発言します。安心してください、5番さん。高級ドレで終わりですよ。終わりです。高級ドレで終わりです、試合は。はい。だって僕3番をスムラだと思って釣ってるもの。7番なんか絶対釣れないんだよ。1番の騎士も分かった上で2番叩いてる。ワールドサンギフトありがとう。2番が1、1本ずり指定してるけど、1番って騎士だから、発言的に。3番のスムラが透けているから、7番狼を分かった上で3番スムラを釣ってるから。だから5番、9番ドラで終わりだから。5番、9番ドラで終わりだから。
順番は関係ない。もう諦めた方がいいですね。はい。自動表示。8番のプレイヤーが発言します。最後聞けなかったけど、6番さん巨人なのかな、分かんない。まあ9番さん多分理由があれだったってんで、説明すると、誤信の説明をするとですね、僕4番さんのスライド読めてたんですよ。で、僕が人狼であれば4のスライド読めてるんで絶対占い師出てくるんで、4番に対して巨人狼分かんないっていうなって思って言ったのが9番さん。5番さん4番さんも人狼機の殴り言ったよね、占い出ないで。あとあともう一個なんだけど、なんだっけな、あ、僕の持論7投票なんだけど、俺が3釣りたいって言ったら9も3って言って時点で7って、狼って時点で味方上げるっていう僕の独自の理論で7番投票、それをしたのが9番さん。僕が人狼の時の思考回路を持ってたのが9番さんっていう感じです。はい。ただまあ9番で終わんなくても5は釣らずに3、6ローラー釣る予定ですね。ってなったら順番は3番で6って感じ。あ、待ってくるね。まあ6番さんの最後の言葉は聞こえてないからあれだけど、多分6が村、6村で、多分6の村が3村って言ったら多分3村か巨人、うん、っていうところです。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3番占って3番白でした。3番占った理由に関しては、まあ、3号のラインが見えると思ったから、まあ、投票理由も一緒ね。はい。この状況下で、まあ、なんか9番釣るって言われてるんだけど、今日は6番釣って7番で狼が落ちていることから、6番を釣って8占いすれば、8で黒だった場合っていうのは、まあ、7、8、6ってなるし、5強人ってなるし、8で白だった場合っていうのは5、7、6っていうのが分かるから、まあ、例えば村視点だったら、まあ、例えば 5が死んだと思ってるんだとしても、6釣って5番が、今日2番に白出してるわけでしょ。じゃあ3番占えば9号視点両方とも分かるわけだから、今日6釣りでいいんじゃないですか。なぜ9番を釣るのかが分かんないんだけど、あと8番さんの言ってるその何、5番が死んだと思う理由に関して、時点で上げたからって言うんだけど、じゃあ時点で上げた人みんな狼なのかな、あなた知ってる話になるし、騎士があの状況下で2、1番面が確定してるのにもかかわらず出てきてくれてないっていう状況から、まあ3時点7っていう上げ方をしただけであってっていうくらいかな。なんか殴りが後半にしろっていうか今日ありそうなんだよね、うん、って感じかな。ただ出方的に5番狼が濃厚かなって思っていて、まあ、7投票しているからゴローないみたいな感じで言われてるんだけど、まあ、7番が釣られるかわからない状況下で1、3にヘイトが集まってたから7番釣られないと思ったライン切りの5、7ローだと現状考えている。6番詰めてほしいです。で明日8占いします。6釣りお願いします。いやー、急目線って6釣って終わらなかったら多分俺を選ぶなんて悪い子だな。5に勝てないから、9番さん死んだらもう釣られないとあれよね。あー、6強か。終了しました。6強人くさ。追放されるプレイヤーはゲーム終盤、6強か。村人陣営の勝利です。7つで立ちてて無理です。あー、6強ね。いや、6番がマジで今おかしかったから6釣りでもいいやって思ったけど、だからワンチャン釣られたとしても、ワンチャン釣られに行ったとしても無理だから、役で出てももう無理だから勝ち目ないよなと思って、だから3番に1番めくれたのがめっちゃでかかったわ。1番騎士出てきてなかったら危なかったと思って。3番のスムラだけはつけてるから3釣りしかないから、7、1、6番があるから。そう、8番さんさ、6番ってさ、いや3番ってスムラつけてるから釣りに行ってるからって、え
村だと思ってるのに釣ってんのってならなかったですよ、8番さん。いや、これさ、いい？あ、どうぞどうぞ。3番さん目線って1から騎士出たら5の芯って結構高くないんかなと思って。そこはどう思った ?3 番さん。いや、何も考えてなかったですね。1周目の時点で1釣りとか 2周目 ?1 釣りで騎士出たって関係あるんかなと思ってて。あ、けど1もほぼ釣られそうやったやん。で、俺が3、4目に出る必要があんまないと思う。だから1号ならあるんよね。3、4目に出る。狼視点やったら、まあ確定村の1釣れるから、3、4目に出るんじゃないってことですよね。そうそう。ああ、いや、それもあるかなと思ったけど、それ人それぞれじゃないんかなって思うところもあって、わかんなかったですね。ああ、なるほどね。5が出て1を黒のリーチにしたかったってことね。なるほど。あ、じゃあちょっと2番さんの返答だけいいですか。僕初日に3番さん強人ロックしちゃって、で、昨日6の自投票の話が出たんで、あれ6強人かなっていうふうに思っただけですね。はい。あ、そのなるほど。あの自投票の話ですね。あ、そう。その自投票の話で、あれ、6強かって思ったぐらいで、そう、村だと思ってその釣りに行っておかしいっていうより自投票の話で、あ、3番さんにロックしちゃってたからこそ6の自投票であれって感じでした。ちょっとそこは頭が固かったんですけど、ワンチャン6、7を手で6釣ってくんないかなと思って、ただでここで6釣られても無理だからいや、6番さんが分かんなかったね。もう始まる前のメタ入ってたからね。まあ、考え方の違いがもう最初から試合前から入ったからね。俺はいつも同じこと言おうと思ってるから分かんなかったね、そこの色が。ありがとうございました。お疲れさんでした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。